はい、8月5日の5時36分の相場解説になります。まず日足を見ていくんですけども、あの黄色いゾーンの上の方に抜けずにやっぱり下の方に向かっている陰線が見て取れますね。4時間の方を見てみるとどうなるかというと、上の方に伸びきらずにここから下落に向かうんではないかなってことを匂わせます。104円、103円の方向ですよ。で、1時間の方向を見ると、そうですね、一時期この2本の黄色のゾーンの上の方を展開してたわけですけども、これがね、105円から104円の方向に潜ってきてくれてるのかなと思います。そうなると私が考えているのは、105円625よりも下の水準で推移するんではないかなと思いますね。まあ、ですのでこのまま、ね、下に向かうようでしたらセルでもう一回取っていこうかなというところが私の考えているところです。そのセル幅は104円の245のあたりまで進むというふうに今の時点では、ね、感じております。今日言えるのはそんなところかな。はい、それではね、別のこと、ちょっと暗号通貨の方行ってみましょうか。暗号通貨の ADA なんですけども、はい、今は15円の25で、ございます。かなり値段も上がりまして、これはね、16円に向かう日もそんなに遠くないかなと思います。ですので、20円をやっぱりこの夏秋に捉えていってもいいのかなと、8月中に20円も十分ありえますんでね。まあ、一応テクニカル的にですよ、ファンダメンタルとかは全く分かんないですからね、どんな情報が出てくればどういうふうに動くのかってことは分かりませんので、後付けで言うことはできますけども、こんな情報が出そうだから出たらこういうふうになるよっていうのはね、これはね、願望であり憶測なんでね、私はそういうのはちょっとテクニカル的には入れていかない方向でやっていこうかと思います。で、ビットコインも120円ぐらいが標準になってくるのかなと思います。現在では、ね、115万円を割らないような形で推移するのかなと思いますので、120万から140万の間に戻ってくるんではないかなというふうに考えてますね。で、リップルは昨日33円も突破したわけなんですけども、これもね、もしかしたら30円を割らないような形になってきたのかなと思います。リップルに関してはずっとね、リサーチはしていたんですけども、期待してなかったんでちょっと熱がね冷めてましたけども、もう一回熱が入りそうですね、これはね。はい、以上でございます。